それじゃあ本日もやっていきます。まずはストーリーを進めよう。ヤンガスさん、あ、そうだよね、ホミロン一体どこへ行っちまったんだ。いなかったよね、そういえばさっ、前回の動画でも。そうだよね、いつも近くにいるからこそ知らねえことやわからねえことがあるんでガス。そうね、大事ね、そういうの。そうだね、どこ行ったんだろうな、本当に。一人でなんか立ち向かってんのか、一番乗りとか言ってね、行っちゃうから。もう王様、あれ、やはりあの男は。デルク様、なんか知ってんの。あやつの正体を知った後、シーラの村長に頼み事をしておったのじゃ。関する、あいつに関する過去の資料。はい。今から200年以上前に並外れた才能を持つ魔導士。何歳ですか。闇の一族を、ヘルムーノは同じ一族の者たちを自ら滅ぼしたということですか。異常なほどの関心を持っていた。はあ。闇竜シャムナが闇の力で世界を支配しようと企んでいたようにな。わかりました。もしその野望が200年以上経った今、遂げられようとしているのなら、何としても止めねばなりませぬ。よし。あんこと世界中を救うため、一族の力を一刻も早く授からねば、海の底の神殿へ急ぐとしよう。急ぐか。とりあえず行ってみるか、海の神殿。普通に動けんのかな？どうなんだろう。はい。バトシエは、ああ、そっか、海に潜れないんだ。え？あの島に近づけてくれ。なんだろう。海底の入り口。お！あった、海底神殿。閉ざされた扉の先へ。行きます。すごいでガス。侍の言った通り、妙な通路への入り口があったガスよ。あったでガスよ。やばいね。洞窟並みの。あ、しかもなんか、扉ある。魔法陣書かれたような扉があった、今。急ぎましょう。あ、またこいつ。女神様の像。読んだこと、昔々あるところに？女神様の像は、神殿を守るため、光の力を宿す者にのみ、道を開かれるのです。ああ、そうなんだ。じゃあ、主人公補正で、いける？あら？マジか。あ、そっか。こいつらを、ストーンマン？やばいんじゃない？いやー、ストーンマン、なんか早くない？あれ？こっちか。魔物の神殿に、ヘルムード、もう感づいたのか。何故？クローバーの言った通りじゃ。魔物がいる限り門は開かぬようだな。じゃあ先に進むには、ここにいる魔物を全部やっつければいいのね。それにもう一度門を開けてもらうには、女神像も守らなくちゃ。よし、とりあえず一体撃破。そこまで硬くないな、ストーンマンは。まだ楽しかった。お、やった、ストーンマン魔物愛好家ゲット。よし、これは嬉しい。楽しかった。あ、万人現れた。どっちだ、こっちか。オッケーオッケー。こっちか。いまいち、道がわからない。こっちだね。ここをまっすぐ行って、右に行った。そのレバーを使えば、あそこの扉は開け閉めできそうね。あ、そうなんだ。あ、そういうことできるの？はい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 。あ、なるほどね。ちょっと待って。そしたら、これか。じゃあ、どうやるのこれ。パーツか。オッケー。いったいった。よし。口を閉めて、で、下のやつを叩くか、まず。オッケー。いやー、やばいぞ。主人公の言った通り、頭を使うような感じになってきた。頑張らねば。やべ、しかもこいつ、万人がパワーアップしている。ぐらい打っとけば大丈夫。よっしゃ、ここはとりあえずこうしびれクラゲ倒して、
これどうする？一回門開くか。門開こう。ほう。開きます。そしてこっちに引っ越させよう。うん、それがいい。よし、オッケー。さあ、なだれ込んで来い。よいしょ。燃やす。燃やす。もう燃やしてきよう。別もなく燃やしてきよう。よし。こんなもんじゃないだろうかな。こっからどんどん出てくるんだろうから。気をつけなければ。よし、オッケー。万人も撃破。ただ、向こうからまだ2匹、あ、やってくるから、そいつらやっつけよう。あ、2匹取り逃した。あ、3匹いた。オッケー。こいつらはまあ大丈夫。後ろから来てんだよな。よし、あれ？どっから来た？どっから来た？打ち付け。倒して、よいしょ。あと向こうか。あー、全部一掃しなきゃダメな感じか。よいしょ。煉獄入り。あ、間違った。ん？こっち。え、どうする？そこは、開いとこう。開いて、倒そう。倒しに行こう、もう。突破しちゃおうか。とりあえず、とりあえず万人早速やっつけた方がいいし。よいしょ。オッケー。よし、大丈夫だね。この辺余裕。よしよしよし。まだ来るかね。まだ来るだろうな。この仕掛けだもんな。あれ？動かない。お、来た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 。オッケーオッケー。これは大丈夫。これ閉めなくてもいいね。オッケー。じゃあこっちは魔法ぶっ破で早速やっつけて3発やればいけるか。よし、オッケーで、1匹目。あ、ストーンマン出された。ストーンマン出されたか。それはちょっときつい。よし、一発いっとけ。これオッケー。よし、ダメか。よし、オッケー、倒した。あとはこのストーンマンさんてれば、ホッキーかな。レベル上がる。いい感じ。結構余ったね。33レベルだって。あー、また出てきた。あー、向こうは締めてあるから大丈夫だけど。よし。よし、レベルアップ。よし。お、しびれクラゲ。ありがとうございます。ちゃんとここだな。ん？向こうか、マジ。よいしょ。これで OK。 倒した。あー、やばい、眠らされた。厄介。後ろ窓しかやってきたの。厄介だね。厄介な技かぶってきた。よいしょ、 OK。 ストーマン撃破。やっと。よし、 OK。お、最後の軍団でーす。ストーンマンを主体にやってきたね。よいしょ。こっちに引っ付ける。さあ、そして後ろの敵は、よいしょ。こいつでしょ。ほい。めっちゃレベル上がんね。すごいすごい。よしよしよし。いや、ここはとりあえず倒したわ、ストーンマン。それがセオリーだろ。よし、オッケー。最後の猛攻ってことはもうこれ以上出てこないってことだ。っていうことは、一応貼っとくか。こっち側に一応貼らせてもらって。よし。まあ大丈夫だと思うけどね。これ以上出てくることはないと思うけど、一応貼っとこう。そしてこのまま攻めに行きます。これで OK でしょう。よいしょ。煉獄入り。そしてしびれ。おお、強い。しびれた？しびれた？あ、しびれない、こいつは。あれ？よし、オッケー、倒した。いい感じ。よし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 。あの仕掛けあると便利だ。やってきた。魔物は全て片付いたか。なるほど。魔物がいなくなれば、ちゃんと門は開くってわけだな。
はぁ、一安心でかせ。あっしらが閉じ込められた、ん？締め出されたわけじゃなかったんで、ガスね。よし。でも魔物さんたちがやってきたということは、あのヘルムードという人に、神殿の在りかを知られてしまったということですわ。ぬえ。あやつのことじゃ、一度撃退しても次々に新たな魔物を送り込んでこよう。マジか。それでは続いて、海の底へやってきた者たち。やべえな。持っとくんだろうな。お。お、最深部まで行った？この先が回転神殿のようですね。あそこへ行って試練を受ければ、一族の力ってやつがもらえるのよね。しっ。誰かおるようじゃぞ。あ、ほら。マーニャ？ん？ここは慎重に進みましょう。今から俺が完璧な侵入作戦を。その必要はないわ。姫様。おい、マーニャ、マーニャでしょ。アリーナ、アルクリフトまで。あんたたちどうしてここに？それはこっちのセリフですよ。マーニャさんがなぜこんなところで踊っているんです？それが私もよくわかんないの。どうやって来たのか全然思い出せないんだけど、いつの間にかここにいたのよ。で、誰も来ないし、帰り道もわかんないでしょ。だから暇つぶしに踊りながら神頼みしてたってわけよ。ハンサムで大金持ちで世界を救っちゃうような勇者様が私を迎えに来てくれますように。これだけは言っておこう。俺は金持ちじゃない。ハンサムってことは否定しないのね。この方はこれから試練を受けて世界を救うための特別な力を授かるんです。正真正銘の勇者様ですよ。どうしようかな。けどこのままここで踊ってるのも退屈でしょ。私たちと一緒に行きましょうよ。マーニャがいれば百人力だもの。姫様のおっしゃる通りです。マーニャさんほどの魔法の使い手ならば必ずや皆さんの助けとなりましょう。でもね、勇者様のそばにおられるのはなんとこの世界の国王様です。マーニャさんが勇者様を助け、あれで世界が救われればおそらく大変なご褒美をくださるのではないでしょうか。おう、ん？わしは勇者ではないぞ。ハンサムなただの王様じゃ。ははははは。やっぱりこれって運命的なコネ、あ、じゃなくて出会いだと思うの。もちろん協力させてもらうわ。おさ、行くわよ勇者様。とっとと試練を片付けて世界を救っちゃいましょう。おお、マーニャが仲間になった。嬉しい。俺はこの神殿の奥にどうしても行かなきゃならない。だから、おお、特大魔法で残らず吹き飛ばしてあげるって、さすがだ。これで魔法使えるのは二人か。やっと危ねえ。こっちからも来てた。どうしよう。煉獄斬り。このエリアはちょっと難しそうだな。オッケーオッケー。この2箇所が、あ、危ねえ。次なのね。で、レバーはあそこにある。オッケーオッケー。踊る宝石。資料の騎士か。なかなかいいの落とさないな。メタルスライダーがいる。よいしょ。よいしょ。さあ、大丈夫だ。
どこ飛んだ？いた！目の前飛んだ。すげえな。ジャンプ力も半端じゃない。よし。万人が現れた。あっち。まずはレバーを引っこ抜いて、こう。こっちへ誘導しよう。近くで倒した方がいいもんね。え？あ、オッケーオッケー。あっちもだ。で、ここで万人を倒します。さあ、こっちだ。なんだろう。よし、なんかメダルくて。この世界にもカジノはあるのかしら。今のところ見たことないわ。ここにはないのかもね。やっぱりないか。行ってこい。あ、ばっかり。カジノないんだ。それはないか。できないよね。でもどうなんだろう。そういう追加ってないの？カズね。いいよね。よし、倒した。よし、この辺は大丈夫するだけどもな。よし、倒した、倒した。ジェシカとマーヤは、なんとなく似てるでゲスな。気が強くて、魔法も強力で、どっちも。どっちも美人でナイスバディって？そうね、なかなかいい勝負かも。あら、私にもそれに加えて踊りがあるわ。どんなことかも釘付け。そうだ。ジェシカだ。同じような感じだったっけ。よし、何やって何で使えたっけ。じゃあフローラも魔導士系じゃなかったね。よいしょ、オッケー。また違うあれなのか。攻撃してないもんね。あ、やべえ、なんかすごい攻撃受けてた。いけ、ストーマン。そして踊る宝石。よし、ほう、いいね。この辺は大丈夫そうだ。よし、後ろは守ってもらってて、で、OK でしょう。で、ディフェンス、もう一体増やしとこう。見たくないだ。いけ。そして、面撃で突き進んでいくか。OK、一押し。こいつもディフェンダーか。OK。いいね。ディフェンダー結構入る。よし。まず一応保存しとくか。なんか、この後、すごいんでそう。もう昔から来たりするんじゃない？違うかな。万人が現れた。あっちか。あっちか、厄介だ。オッケーオッケー。まあでもこの辺に結構呼び出してるから大丈夫かな。あらてか。行ってこい。後が何匹来ようが同じだ。へえ。なかなかの反省。でもまだちょっと子供かしら。なんだ。用もないのに白じも見る。ひねか物言いも可愛いわ。何をするつもりだ。不要なことを企んでるなら俺にも考えがある。どんなこと考えてるのかお姉さん知りたいわ。教えて教えて。やべえな、テリーの子供扱いだ。でも実際何歳なんだテリーって。ね、やばい、なんかやばい。とりあえずモンスター回復させて。あー、どうしようこれ。とりあえずこっちからやっていくか。オッケー。ほう、とりあえずここの番人を早速くっつけて。 MP 足りない。やばい、本気使いすぎたな。よし、オッケー、1体目。なんか早いの来てんな。なんだあいつは。なんか早いの来た。あれ君か。うわ、すごい攻撃加えてくんだ。よし、オッケー。うわ、アークデーモンだって。やばい。これはまずいぞ。ちょっと本気だぞ。よし、ここはもう、あれじゃないよ。
しないで攻撃するしかないな。アンビリアの方がやばいな。こっち側だけか。よし、オッケー、テンションマックス、ギガブレイク。これで一掃できればいいんだけど、いやーダメだね。打って連続に攻撃が加わるまで悪天をやっつけよう。こいつはちょっと放ってはおけない。だってみんな使うぜこいつ。作戦通りだ。よし、オッケー。やべえ、なんかすごいことやってる。向こうにも悪天もいるし、うおっと、やべえ、これじゃね、出してきたんじゃない今。あ、やばい、こいつはダメだ。さっさとやっつけないと。アークデーモンはやばい。よし、でも大丈夫だ。一応向こう側全部やっつけたから、あとはこいつだけだ。あ、眠ってしまった。何やった、何やられた。やばい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 。あ、いてえ。嘘でしょ。攻め立てろ。よいしょ。あ、ダメだ。この一発に全てをかける。よし、オッケー、倒しました、アクデモン。よかった、マーニャのおかげっていうのは少しあるな。よし、見事クリア。さすがマーニャ、魔法の腕は相変わらずね。おお、素晴らしいね。魔法の達人が共に戦ってくれるとは心強い。進む前にまずはその他に我らの事情を説明しておかんとな。そうだよね、とりあえずね。ああ、大体のことは分かってくれた。そう、そのヘルムードってやつを倒してね、アンコってことを世界中を闇に染めて、闇流を目覚めさせようとしてるってわけね。そう、ヘルムードがね。うん、そうそうそう、力をつけないといけないんですよ私は。予想してたけど、勇者様が抱えている問題ってやっぱりすごく大変なのね。フォーも大変だったよね。やーね。一度乗った話だもの、どれだけ面倒でも最後まで付き合うわよ。それに、ああそうね、お金が入るかもしれないからね。よし、やったー、仲間に加わった。よっしゃー、これは心強いね。いやー、パーティーに入れたいところではあるが、今のところは変えるつもりはないか。よし。お、マーニャ、空中で華麗に舞う踊り子、すごいね。100ヒット以上コンボを決めると空中に長く留まれるようになります。すごいね、何それ。あー、すごいな、マーニャ。オッケー、それじゃあね、海中神殿も少し進んで、マーニャをね、仲間にすることができました。では、今日はこの辺で終わりにしようと思います。それでは、お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いいたします。